Thank you.
いこら、チェックインは済んだのか。ボスの許可なしには誰も入れない。インターホンを使え。なんだ。合言葉を言いな。入りな。バカな真似はするなよ。ここにいたミュータントは自分がタフだと思ってた。哀れな連中だね。当たりな。何見てんだよ。喧嘩売ってんのか。いつでも買ってやるぞ。
かしな真似すんなよ。見張ってるから。ボスはお前を認めた。ひとまず臭い。この服3回も洗ったのに、ミュータントの血の匂いが取れない。入るな。ミュータントの腹渡まみれになる。何か用なのか。市民の皆様、まもなく核攻撃が開始されます。至急避難してください。ご協力に感謝します。
ボスは中だ。さっさとその面どけてくれ。バッターからの連絡はない。ついに殺されちまったんじゃねえか。ま、バッターには期待してなかったが、お宝を手に入れるにはマジで頭の切れるやつが必要なんだ。お前合言葉を知ってたな。お前を認めてる奴が合言葉を教えたってとこだ。俺はローパーだ。さあ、どういうわけでそこに突っ立ってるのか聞かせてもらおうか。ただの仲良し集団さ。利益のために協力し合ってる。俺たちにとっての利益のためにな。俺たちはフリーラジカルズだ。フリー、自由こそが俺たちだからな。さあ、他に無駄な質問はあるか？
何見てんだよ。ボスはお前を認めた。ひとまずはな。
喧嘩売ってんの。いつでも買ってやるぜ。おかしな真似すんなよ。見張ってるぞ。なんか俺に言おうか、それともボケっと突っ立ってるだけなのか。なるほど、それで俺に何の得がある。何をそんなに肩入れすることが。いいだろう。クレーンの宝は俺たちだけで手に入れる。俺の気が変わる前に失せろ。ケチなバー一軒にこの始末か。お前あの雨に相当握らされてるだろう。お前の勝ちだ。いいな。店に手出しはしねえ。だから出てってくれ。宝は自分たちで探す。それでいいだろう。目的は果たしたんだろう。頼むからもうほっといてくれ。お前の勝ちだ。いいな。店に手出しはしねえ。だから出てってくれ。頼む。ローパーの管轄だ。お前のような奴が何かしでかさないよう警戒してるんだ。目的は果たしたんだろう。頼むからもうほっといてくれ。
他に何か必要？
火を切る、火を切る、火を切る。Sigh.
もうダッチェスのドリンクを試してみたか。悪いことは言わない。試すだけにしておけ。おかえり。奴らは無事に追い払えた？それでうまくいったのね。あなたを怒らせないように気をつけるわ。お疲れ様。あなたは信用できるかもね。多分。でも用心棒は今も行方不明のまま。盗賊を追いかけに出て行ってそれっきり。二度と戻らない。彼らを助けてくれたら、クレーンっていう人について少し何か思い出すかも。見つけてくれたら、そのクレーンさんについてもう少し思い出すかもね。かもね。この年になると記憶は怪しくなるの。でも仲間を見つけてくれたら思い出すのも簡単でしょうね。そうね、100キャップでどうかしら。そうね、一人目の行方不明者はポリーというの。送信機を持ってるから無線で追跡できるはずよ。二人目の行方不明者はソルよ。二人は安物のハイヒールのつま先より固まってるから、お互い近くにいるでしょうね。直接叱り飛ばしたいから二人を見つけて報酬も出すわ。さあ、さっぱり。でもそのための送信機がある。彼女の曲に合わせれば向かう方向がわかるはずよ。ええ、誘拐された時のためにあるものをプレートの中に仕込んでおいたの。彼女が戦闘用ロボットだって言ったわよね。いい子よ。彼女を購入した時すでにリプログラムされてた。だからあなたを攻撃することはない。戦闘抑制装置が壊されてなければだけどね。ソルにも発信機を中に仕込まないか提案したけれど断られたわ。なぜかしら。スコーチと呼ばれてるの。不愉快な奴ら。性格も見た目も。体のあちこちに炎症があって水晶が突き出てるの。しかも奴らは銃や棍棒を使う。だから近づくときは気をつけるのよ。絶対にね。助かるわ。ポリーの追跡用の周波数は 99.7。 かつて栄えた故郷アパラチアのスムースジャズよ。誰かが使うことになると思っていたわ。彼らの消息をつかんで、たとえ新しい仲間が必要になっても昔の仲間を見捨てたくはない。ポリーとソルはどっちも頑固でね。だから本当に心配なのよ。